どうしてたんです。まさ、わたくしげ。さあ、本日は今日はドッキリでございます。ドッキリ。でも4人ぐらいいるここに。そうなんです。今日はもうみんな評判です。ああ、ぜひやらせてもらいます。ちょっととある大きめのドッキリを今日やりたいと思って。おお。まあ見てわかる通り、チルク君がおりません。まあ、いられてる。はい、そう。ザカワ君は今日お腹壊して、ナオ君は仕事に行っております。うん、ザカワお大事に。お大事に。今日もちろんチルク君に、まあ、ドッキリをやりたいと思うんですけど、はい、今日何のドッキリをやりたいかというと、うん、チルクと仲良くなったきっかけってなんとなくあると思う。俺めっちゃ覚えてるよ。そう、マサイがシルクと仲良くなったきっかけって、うん、ゲットキックなんだよ。こうやってウェイってやるやつね、うん、まあ、みんながあったか分かんないけど俺らの中ではあったんだ。そうだ、でそれでね、マサイが喋ったんだよね、うん、今日、まあ、一回企画名言うと目隠しでキキキックをやってもらいます。キキキック、あれだな、見えてない状態で蹴られて誰が蹴ったのか当てるってこと、ね、そう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 。で、友情があるからさすがに分かんだろうみたいな企画を、まあ、やるんですけど、うん、ただそれも面白いんですけど、うん、これ、偽企画でございます。偽なんだね。で、なぜ偽企画かというと、うん、もうキックのプロフェッショナリーな方を今日なんとお呼びしております。キックのプロ、そうもう一個ヒント出すと無敗の方です。無敗今までなんとなくやべえの伝わったでしょ。あ、今日やばいゲストの方が来てるんです。そうだね、無敗とか言ったらなんとなくじゃないの。しかも40戦の無敗だからね。よく見るよね。俺今ケオしたもん、うん。
終了したね。全員見てるんですけど、うん、一番多分試合見てる。彼ですか？相当喜ぶと思いますか？本当ですか？その分痛いですけど。痛いけど、ちょっと。ほーの、あーみたいな。そう、だからどっちが勝つのかもちょっと楽しみです。確かに。痛みと喜び。ちなみにあのメールの LINE の時に、はいはい、本当ギリギリに契約書に、キックしたら5億5000万バッキー。はいはいはい。あれ本当にギリギリだったんですか？ギリギリ。その5億5000万。5億5000万キック。高いぞ。誰かそれ聞いてもらって。もう怖すぎるんだよ。俺蹴って別に1円にもなんねえし。5億5000万ちょっとあれなんで、2億8000万ぐらい。値段下がるんだ。威力で値段かんだこれ。じゃあちょっと一回押し出すの。ちょっとめちゃくちゃ怖いんだけど。じゃあ予行練習。はい、お願いします。いきます。怖い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 。汚いけど身が出そうですじゃあちょっとこの後しゆくくん呼んで実際に芝居てもらいたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、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 お邪魔します。こんばんは。こんばんは。今日はリフォームだろ。お察しがいいですね。さあ、うちにカメラ構えて来るとき大体リフォームだもんね。うん、今からちゆくんにはこの家を出てってもらいます。気持ち悪いそう、もう君が暇しないようにこの後そのままイケメン動画撮ります。ちょっとワンワンって全然来てないいいですね。どうしたそうです。またちゆくん、ヘイです。さあ、シルクくんが主役になるんですけど、シルクとマサイの出会いを一掘り、穴掘りしたいと思って。おうおうおう。マサイとシルクが仲良くなったきっかけって、うん、シルク覚えてる？なんとなく覚えてるけど、うん、みんなで俺のケツを蹴ってきたのいや、あの俺がなんかケツを出してウェーってやって、みんなでそれをウェーって蹴り倒すっていうやつに急に入ってきたのよ。喋ったことのないやつのケツ急に蹴りくるやつ最高じゃん。いや、確かにね。ね、そこからあこいつ面白いやつなのかなと思って話したっていうのを覚えてる、ね。そう、その、まあ、キック、いわゆる蹴りがあって仲良くなったということで、あ、ね、題して蹴りで友情は分かるのか、目隠しキキキック絶対それ言いたかっただけじゃん。面白い確かにキックを判別するのってやったことない。やったことないでしょ。でも俺なんとなく分かると思う。嘘だ、マジで。俺の頭の中にはこいつこういうフォームで蹴ってくるなってのはある。へぇー、マサイだけを見破ってもらおうと思ったんですけど、ああ、せっかくだからああもう全員見破ってもらいましょう。ああ、多分できると思う。いける？あ、本当に？多分できると思う。あ、というかさ、はい、多分みんな右利きだから、だから俺こっち行った方がいい。ああ、こう出した方がいい。じゃあ目隠しキキキック、早速目隠ししてください。わかる。え、これでもさ声の場所でわかるよね。俺が今いないか。あ、そうだね。そう、確かに。行きまーす。スタンバイしてもらって。行くよ。3、2、1。ダボ。正解です。あ、ダボだ。早くない？そんな簡単？ツイングの音だ。ツイングの音？そうだな。うん。行くよ。3、2、1。あー。大振りというか外から振ってるっぽいかな。多分元木だと思う。正解！指の先が意外とこう丸まってたから。そうだね。あ、すごい。確かに。ちゃんとすごいじゃん。すごい。お尻で全部わかる。あいつケツに極寒詰まってる。気持ち悪い。気持ち悪い。じゃあ3問目いきましょう。はい。はい。OK かな。いきまーす。3、2、1。ああ、いや、ペケたんかな。正解！すごい！正解！すごい！グッて下に下ろした時に関節が
ってなったからねえ、やばっ、もしやっちゃうじゃん、なんか知らんけど。じゃあちょっと最終問題いきましょうか。じゃあちょっと4問目は今蹴ってないのはマサイしかいないんで、はい、ダミーを混ぜるかもしれません。ああああ、なんでマサイだった時にマサイと言ってください。マサイじゃなかったらマサイじゃないっていう判断で。じゃあそれでは4問目いきましょう。え、急にむずいなこれ。3、2、1。あ？あ？左足で蹴られたな今。しかもなんか重かったぞ。え、誰だ？お前ムエタイの人呼んだ？違います。あ、なんかね、一番しっかり重かったよね。本当に？左足で誰か蹴るやついたっけ？外していい？うん。そうだ。あのね、圧倒的に重い。そんなわけない。ドッキリ大成功。なんか思ったわ。あの圧倒的一方。他にもいろいろやってるので、たびに確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの。